はい、皆さんこんにちは、レナです。私はこのドイツに2週間過ごしました。いろんなことをやれて、もちろん両親といろいろ時間を過ごしてショッピングとかもしたり、とはそうでもないけど、いい天気の中で家の庭とかでゆっくりしたり、毎日コーヒーとケーキを食べたり、ザ・ドイツのことをいろいろやりました。で、今日はタカがやっと合流します。あと20分ぐらいで私は出発して、ママと一緒にミュンヘンの空港でタカを迎えに行きたいと思います。タカも2週間日本で過ごしたけど、ちゃんと仕事したのかなと思いつつ、なんかめちゃめちゃダメなこともやったかもしれないよね。だからそれも後で動画の中で聞いてみたいと思います。では今から空港に行きたいと思います。行きましょう。ではでは行ってきます。お、晴れた。天気があんまり良くなかったけど今は晴れました。タカが晴れ男なのかな。で、ちなみにドイツはマスクはもう必須じゃないから、電車の中は使わなきゃいけないけど、それ以外はもう自由にどうぞみたいな感じになってる。ママの汚い車は取らなくていいよって言われた。家から空港までは23分ぐらいかかります。タカがもう到着するはずなので、タカが到着したらすぐに連絡するかと思う。ちょっと遅く出たかもしれないね。待たせたらごめんね、タカ。はい、タカからの連絡がありました。 LINE で到着って書いてある。思ってた以上に20分早く到着しました。もうちょっとでタカと2週間ぶりに会えます。嬉しい。もしもし。はいはい、何？着いた？おう、私たちはあと10分で着くから。そうだね、残念。はい、連絡して。じゃあね。やっぱり心配してます。タカが入国できるかどうか分かってないから。どうでしょうね。もうほぼ着いたけど、私たちはあと1分で着くけど、タカがあと20分ぐらいはかかるかと思うけど、いや、あと、ママの運転が荒い。ここで10分無料が泊まれるから、まずは1個に入って10分無料で泊まって出て、また次のところに入ってもう1回10分待てるなら、タカも到着するはずです。お金は無駄にはしない。タカが到着したから私たちは迎えに行きます。私たちはマスクをつけて、この車が小さすぎる。痛い。小さすぎる。じゃあタカを迎えたいと思います。おー、久しぶり。久しぶりでございます。はい。はい。わかる？これ。ママも久しぶり。到着しました、ドイツ。だよね。周りの皆様がドイツ語を喋っております。そうだよ。タカは？安全のさ、セキュリティの説明とかドイツ語であったんだけど、ああ、ほぼほぼ理解できませんでした。だよね。
あの英語で回ってくるじゃん、2回目。それで理解できました。墓がこの9日間でちゃんとドイツ語を勉強しないとダメだよ。マスクはもうなし。マスクいらない。マスクなしなの。マスクなし。マスクなし。マスクなし。本当だ、みんなマスクしてない。そう、マスクなし。いやもうこれがカルチャーショックだね。そうだよ、めちゃ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 カルチャーショックだよ。めちゃめちゃ。寒くないの？いや寒くない、全然寒くない。え、寒い。もっと寒いかなと思ったけど、あ、全然これでいける。Das Wetter ist sehr schön。見てこれ、あれ桜も咲いてる。本当だ、すごいね。あー、なんかこの天気いいね、気温がいいね。あれだよ、これ明後日から下り坂だよ。あ、そうなの。そうだよ。Schön das zu Davis。 Schön das zu Davis。 で、な、どういう意味だろう。ゲナウゲナウぞ。はい、ママの車。これ入るかな。入るかな。入らなければ、はい、入らなくない。入った。閉まる？閉まるかな。あ、閉まんない。OK。やいやいや。いや無理だよ。なんで無理なの？開いてみて。あ、いけた。いけない。いけた？いける？いけたー。ナイス。OK。レナどこ乗るの？後ろ。後ろ。開けて。家に出発します。家に帰ります。マスクを取っていいよっていうことでした。いや、ダメだよ。皆さん、こちらがミュンヘン空港でございます。でかいね。中部国際空港より、あー、でかいと思う。こちらドイツのランナバウトでございます。皆さん、ランナバウトって知ってますか？あの信号じゃなくて、こう円形になってて、ランナバウト、イギリスによくあるんですけど、ドイツもちょっとだけあります。何？何？髪の毛染めてないね。染めてない。俺が来る間に髪の毛切ったり染めたりするかなと思ったけど、してなかったね。よかったね。ガソリン強いです。強い。そう、ガソリンがね、めちゃめちゃ高いんですよ、ヨーロッパ。今1リットル2ユーロ。2ユーロは270円だ よ。今めちゃくちゃ円安が進んで、1ユーロが140円ぐらいでしょ。130後半か。めちゃめちゃ上がってます。なんか日本が高くなったかと思ったら、ここでめっちゃショックだ。いや、日本が高い高いって言ってるけど、もうヨーロッパに比べたら全然日本安いですよ。ドイツはもういろいろ高い。本当にスーパーのものとかも物価上がってんのかな。あ、着いたぞ。着いたぞ。着いてはないけど。着いてはない。ほぼ着きましたね。入ってきました。さっきの高速道路みたいなの降りて、ドイツの街です。うわ、懐かしい。3年ぶり。見て、このめっちゃ可愛くない？ドイツの街並みはいいですね、社長。そうでしょ。なんか赤レンガでさ、いい感じで空気の綺麗な村って感じだよね。で、ちっちゃい教会がさ、街の真ん中にあって、またね、レナの地元の周りをね、ちょっと散歩する動画も撮りたいと思いますが、あ、そうなの、明後日からもうやばいの天気。雨女だね、やっぱり。いや違うよ、それはタカだよ。タカがここに到着したら悪くなるよ。No. Was ist los? タカ macht das Wetter schlecht。おー、俺はイッフェアしてーだよ。悪口言うと全部理解できますよ。わかりますか？気をつけてください。気をつけない。入りましたよ、ここマッチバーで。レナの村に入りましたね。ミュンヘンからね、近いので、皆さんミュンヘンに遊びに来た際はマークトシュバーベンを訪れてみてください。いや、観光地じゃねえぞ。何もないけど、普通に馬が走ってたりするし。いや、走ってたり。さっき走ってたよ、左側に。走ってた。馬が走ってた。ということで、到着しました。はい。いや、頑張れ、頑張れ。はい。手伝わんかい。手伝わんかい。うわ、めっちゃ天気いいな。ね。すごいね。ちなみにこの裏が牧場でございます。今は見えない。
よし、はい、さっぱりしました。シャワー浴びて。シャワー浴びました。よかったね。触るな。綺麗になったばっかだから触るな。綺麗になったから今触るな。綺麗になったからいいな。いい匂いする。はい、ということでこの2週間何やってましたか。これは何やってましたかみたいな。動画撮りましたか、ドイツで。撮ってない。俺は家で仕事と編集を忙しくやってましたよ。もうかわいそうに。りなちゃんは何をやってましたか。皆さんに教えてあげてください。はい、私はね、毎日ちゃんと朝4時間ナノコの仕事をして、うん、あとは1個前出した動画の編集をして、うん、ショッピングをしたり、うん、スパに行ったり、温泉、美味しい食べ物を食べたり。いいね。あの、とりあえず美味しい。まあ2週間あったからね。で、ママとだいぶ時間を過ごして。友達にも会いに行ったでしょ。友達とかにも会いに行きました。だからショートトリップしたってことでしょ、うん、ハイデルベルクの方に。そう、めちゃめちゃなんか意外とドイツに帰るのがストレス。まあいろんな短期間で帰ってるからね。いろんな人に会って毎日がビジーだからね。そうそう、ショートトリップ動画撮ればよかったの。もう全然ごめんなさい。今回は本当にプライベートでその時間を過ごして、ね、2週間ねのがずっといて、ここから10日僕も合流して、ここからは YouTube モードでどんどん撮っていきたいと思います。 YouTube モード。そう、まさにどんどん撮っていきますよ。もうスケジュールを立てて毎日3本4本ぐらい撮るから。そうそうそう、もうちっちゃい動画から大きなちょっとトリップ系の動画からいろいろ撮っていきたいので、はい、ぜひチャンネル登録をしてね、フォローしてください。ちなみに私は買ったものなんかそこにありますよ。見たいです。このめちゃくちゃかっこいいジャケットを買いました。すごいね。ママと一緒に買い物に行った時にいろいろ買ったってこと。そう、かっこいいジャケットですよ。俺が持ってるあの革ジャンと似てるっちゃ似てるけど。そう、あのめっちゃシンプルで、ね、急にファッションショー始まったの。本当はいろいろあの花柄のものを買おうとして、こう花柄のあの夏用のシャツとか。だから日本にもありそうな柄だからね、こういう感じの柄。私はユニクロでしか買わないからないと。確かにヘビーユーザーですからね、ユニクロの。私ユニクロヘビーユーザーだよ、本当に。ユニクロからお仕事もらってもいいぐらいユニクロずっと着てますよ。これもユニクロだよ、中。そう、靴下とパンツとブラジャーとその下に、ね、ヒートテックと全部ユニクロで出来上がってましたね、社長は。もう大体 80% はユニクロ、ね、だからドイツに帰ってくるとこうやって花柄好きだね。そう、花柄がドイツ花柄好きですね、社長。顔のが好きだ。まあこれを着て動画に出始めますので、皆さん、まあそうだね、コメントしてください。似合ってる似合ってない。そうそうそう、まあとりあえずこういうことをタカがいない間にやりました。で、これからはいろんな予定があります。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。で、次の動画もドイツのコンテンツですので、また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。